ペデオリベイラ・ナスルは、レバノン系ブラジル人のレーシングドライバー。聖のナサーは、報道機関によって、ナッサー、ナッセ、ナッサーなどと表記される場合もある。母国語では、ナッセが最も近い発音となるため、フジテレビ会一中継においては、ナッセと呼称、表記されている。レーシングカート7歳の時にカートレースを開始。2000年から2007の間に、 いくつかのタイトルを獲得する。フォーミュラ BMW2008 年のブラジル GP のサポートレースとして開催されたフォーミュラ BMW アメリカの最終ラウンドでオープンホイールレースにデビューし第2レースで表彰台を獲得。2009年はヨーロッパに移りフォーミュラ BMW ヨーロッパに参戦。16レース中5勝を含む14回の表彰台を獲得し、 3戦一年目にしてチャンピオンを獲得する。報奨として BMW ザウバーでの F1 マシンのテストを行うはずだったが、BMW が F1 から撤退したためテストを行うことができなくなってしまった。2009年フォーミュラ BMW ヨーロッパスパフラン・コルシャンにて F32010 年はフォーミュラ BMW ヨーロッパのチャンピオン獲得で注目され、 会1界一ワールドチャンピオンである君ライコネンのマネージメントを行うロバートソン親子のマネージメントをこれ以降受けることになった。この年はイギリス会3にライコネンドバートソンレーシングから参戦し一勝を挙げシリーズ5位となる。チームメイトの一人は日本人の中島大輔だった。2011年はチームを移籍してカーリンモータースポーツから去年に引き続きイギリス会。 3に参戦し、チームメイトのケビン・マグヌスセンとチャンピオンを争い、ポイントで大差をつけて、シリーズチャンピオンを獲得する。GP に2012年は、ダムズと契約するが、4度の表彰台で、シリーズ10位に止まった。2013年は、フルス・カーリンに移籍する。6度の表彰台でシリーズ4位となる。2014年も引き続き、カーリンから参戦。 4勝を含む十度の表彰台を獲得し、シリーズ3位となる。2014年は、ウィリアムズとテスト兼リザーブドライバーとして契約を結び、フリー走行1回目に何度か出走を果たした。2015年は、ザウバーとレギュラードライバー契約を結び、会一デビューが決まった。開幕戦、オーストラリア GP では、乾燥11台という大荒れの展開にも助けられ、 いきなりの5位入賞を果たし、その後もスペックに恵まれないマシンでポイントを重ね検討した。2016年も同体制で参戦。ザウバーの戦闘力は大きく低下し、ポイント獲得はかなり厳しい状況に追い込まれていたが、第20戦ブラジル GP で雨による波乱を耐え抜き9位入賞。この2ポイントはマノーをランキングで逆転するための貴重な2ポイントとなった。 ポイントを挙げた功績はあったが、モニシャカルテンボーンには財政難のチームを運営する持参金が必要であり、シーズン終了直前に大口スポンサーだったブラジル銀行がスポンサーから撤退したため、資金をもたらす術を失ったナスルはこの年限りでシートを失った。2017年には表だったレース活動を行っていなかったが、2018年はアクションエクスプレスレーシングから、 イムッサ・ウェザーテック、スポーツカー選手権に参戦することが発表された。ウェザーテック、スポーツカー選手権ヨーロピアン、ルマンシリーズルマン24時間レースデートな24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。